1着目はこちらのコーデュロイのジャケットです。結構薄手なので今の時期でも羽織1枚でも良さそうなのと、丈短めなので低身長の人にもコーディネート合わせやすいかなと思いました。ノースリーブ豆コラボのものです。こちらジャケットの着回しです。丈短めでボックスのシルエットだったので、まあ、あのシルエットに合わせてカジュアルなコーディネートにしました。あんまり履かないんですがスニーカーと合わせてます。こちら先ほどのパンツもユニクロだったんですが、それの着回しです。何でしょう、サテンというかトレトロンとした生地感のパンツですね。こちらもパンツの着回しです。結構こういうパンツ私持ってるんですけど、とてもユニクロの2000円ぐらいのものとは思えないような感じで結構良かったです。でこちらが色違いでの先ほどのパンツになります。この白はちょっと透けやすいのとパンツラインを拾いやすかったので、インナーとかちょっと気にする必要があるかなと思いました。こちらですね、インナー気になったのでロングの丈のシャツと合わせてみました。ロング丈って低身長さんにとっては少し抵抗あると思うんですが、ワントーンでまとめると低身長気にすることなく合わせられるかなと思いました。ネックレスベベットのもので、こちら長さが変わるアイテムですね。新作のリングです。でこちらはジャケットがユニクロで、生地感がウールライクというかツヤっとしてるけど履き心地のいい柔らかなジャケット、ジャケットシャツなのかな、シャツだね。キャミソールに着てたんですけど着心地良かったです。いやこれは、まさに毎日してるようなコーディネートで、オールホワイトのトップスパンツに羽織で1枚持っていてもシワになりにくいしいいかなと思いました。バッグを合わせてブラウンにしてます。ここまでが8月分になりまして、間に合わなかった7月分があるのでこちらも一緒にご紹介します。このトップスユニクロです。だいぶ何年も出てて人気かと思うんですが、ワッフル生地のトップスですね。私 L サイズでインナーもユニクロなんですけどレイヤードしてコーディネートしました。こちら GU ユニクロコーディネートです。ジャケット可愛いですね。こちらもう11コーディネート目です。シャツがユニクロなんですがそんなこと忘れて巻いてしまいました。私あんまりデニム履かないんですけど、このヤヌークのデニムウエストのフィット感がすごいので低身長の方にすごくおすすめです。シャツ着るとこの丈感です。こちらシャツの着回しをしました。丈長めだったのでオールホワイトでまとめました。低身長さん抵抗なく着れるかなと思います。ぜひ真似してみてください。はい、13コーディネート目、オールホワイトにジャケットというなんとも普通のコーディネートですが、メンズのデニムジャケットを合わせました。持ってない方は定番の形なので1着良さそうですね。で、14コーディネート目、パンツ先ほど履いてたヤヌークのものなんですが色がなんと全く一緒だったので、セットアップ風にしました。ちょっとこの日韓国の曲聴いてたので韓国アイドルイメージです。アクセサリーはですね、ゴールドとシルバーのミックスが好きなのでこの日もだいたいこう2個付けとかして2連になっていたり、ネックレスもゴールドとシルバーのミックスです。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。今回は7月と8月に
スタイルヒントに投稿した、ものを動画も撮っていたので、それを公開という形でした。ちょっとタイムラグがあり懐かしい商品もあったので、もしかしたら今販売してないものもあるかもしれません。すいません、あの概要欄に詳細を載せてありますので、ぜひそちらからご確認をお願いします。では今回、スタイルヒントのためにいくつかコーディネート着てみてすごい感じたのは、私150センチしか身長がなく、152しか身長がないので、今まで控えてきた丈の長いトップスとワントーン組むっていうコーディネートが結構お気に入りだったのと、それを人前で着た時に褒めてもらえることが多かったんですね。なかなかオーバーサイズのトップスを着てインせずにね、着たりとか勇気出ないじゃないですか、低身長の人って。はい、ワントーンでまとめたらいけるんだなってすごく思いました。なので低身長さんはぜひあのやって真似してみてはどうかなと思いました。でその時にあのやっぱり大事だなと思ったのは、首元のアクセサリーとかって大事な気がするので、まあ、せっかくなら耳元とか首元とかワンポイントで上にね物入れてあげると、目線が上に上にっていくので、あのオーバーサイズのトップス合わせでもバランスよく着こなせるんじゃないかなと思いました。まあ、ユニクロ、なんか最近安かろう悪かろう高かろう良かろうでもない気がしてて、ただ安いからといって何でも買ってすぐに着捨ててしまうのって環境にも良くないですけど、なんか私は生産者として側にいたことがある身としては、やっぱ服を捨てるっていうことがあんまりこう好きではないし、なんかこう罪悪感を感じてしまう。買った時の自分のことも思い出すし、あちゃんと着てあげられなかったなとか、着る回数少なかったんじゃないかなとか、もっと長く使えるためにケアできたことあるよねとかいろいろ思うので、結構たくさんユニクロご紹介してしまったんですけど、あの私が今回着てるユニクロのお洋服とかは全て人にこの後譲ったりとか自分でも愛用したりとか、あの捨てるものはないです。今回あの仕事のためにちょっと取ったのももちろんあったんですが、あの物を大切にしたいという気持ちは変わらないので、今回ご紹介はしたものの、皆さんにはあの履き捨てるように使うんではなくて、最後まであのなんだろう、それが違う値段だとしても買いたいっていうものを見つけて買い物をしてほしいなって思います。でも洋服もし着なくなったりとかサイズアウトしてしまったら人に譲ったりとか、それこそね売ったりとかもできる時代なので、あの次の人次の人に行ってあのバトンタッチしていって、なんかこう環境のこともそうだし、まあファストファッションってやっぱり労働環境って良くないってね、いまだにやっぱり言われていて当たり前だと思うんですよ、そういうのがね。なのでそういうところもやっぱり消費していくんではなくて、みんなで考えて生きながらやれたらなっていうのが本当の心の内です。すいません長くなりました。みんなでお気に入りの一着とか似合う一着を見つけて、長く愛していけるような服を見つけていきましょう。最後までありがとうございました。また会いましょう。